ディクシーチックス、ディクシーチックス、ディキシーチックスは、アメリカ合衆国出身のエミリー・ロビソン、エミリー・ロビソン、マーティ・マグワイア、マルティ・マグイレとナタリー・メインズ、ナタリー・メインズからなる、カントリー・ミュージックの3人組バンドである。カントリーだけではなく、すべての音楽ジャンルで、販売枚数が最も多い女性グループである。ディクシーチックスは1989年に、 テキサス州のダラスで結成され、数年の下積み時代とメンバー変更を経て、1990年代末にカントリーとポップスの両ジャンルで成功を収めた。また、2003年12月24日のブッシュ、大統領が行ったイラク戦争を批判したリードボーカルのナタリー・ウェインズの公共の場での批判は、グループを巻き込む大きな論争となった。リクシー・チックスは、 ガラス郊外にあるテキサス州アディソンのグリーンヒルスクール、卒業生であったマーティエミリー・エルヴィン姉妹、ローラ・リンチ、ローラ・リンチ、ロビン・リン・メイシー、ロビン・リン・メイシーの4名によって結成された。エルヴィン姉妹は結婚し、マーティ・マグワイアとエミリー・ロビソンとなった。エルヴィン姉妹は主に楽器を、リンチとメイシーはボーカルを担当。彼女たちはブルーグラスサウンドを主にして活動を、 開始、1990年にインディーズレーベル、クリスタル、クリアサウンド、クリスタルクリアサウンドから、ファーストアルバム、女性演者、デール・エヴァン、ダレエヴァンズにちなんで、サンク・ヘブンズ・フォー・ダレエヴァンズを発表。前年にはマーティが、全米バイオリンチャンピオンシップで3位を獲得、またディクシー・チックスとしても、テル・アイド・ブルーグラス祭り、テル・アイド・ブルーグラスフェスティバルで最優秀バンド賞を、 獲得したり、リーバー・マッキンタイヤとジョージ・ストレート、ガース・ブルックスの前座を務めた。しかし、彼女たちの曲は、公共放送以外で放送されることはなかった。チックスは1991年末に、クリスマスシングル、ホーム、オンザ・レーダー・レンジを発表。そして1992年には、セカンドアルバム、リートル・オール・カウ・ガールを発表。スティールギター奏者として、 有名だったロイド・メインズ、ロイド・メインズとの共演を果たし、そして、セカンドアルバムの一部では、現代的なカントリーサウンドにも挑戦した。ディクシー・チックスは、テキサスとナッシュビル周辺の様々なイベントに、出演し続けた。しかし、ダラス以外でのラジオ放送はなく、商業的な成功を収められずに終わった。しかる後、ロビン・リン・メイシーは、 音楽の方向性の不一致のために1992年末に脱退した。だがグループは引き続き、ダラスにて活動を続けた。チックスはトリオとなり、1993年に3枚目のアルバムをリリースした。シュットン t a トールドユーザットは、リンチのリードボーカルを全面的に押し出し、ブルーグラスの要素を少なくした。継続的にツアーを行い、 クリントン大統領の就任式や CBS ディス、モーニングのような注目度の高いイベントにも出演したが、ヒットには恵まれなかった。1995年末に以前に共演したロイド・メインズをプロデューサーとして迎えた。また、ローラ・リンチはプロデューサーの娘であるナタリー・メインズにチェンジした。同時期にソニーはチックスをスカウトし、新しいレーベリであるモニュメントレコード、 モーニュメントレコーズの所属となった。この新しいラインアップは以下の通り、1997年10月にシングル I Can Love You Better でメジャーデビュー。この曲はカントリーチャートのトップ10入りした。1998年1月にこの曲を含む Wide Open Spaces を発表。シングルカットされた There's You a r Troubled Wide Open Spaces ユーワーマインはすべてカントリーチャートでナンバー1に輝いた。結果的にワイドオープンスペーシズ広大に開けた場所は1200万枚以上のセールスとなりアメリカ歴代のトップ50ベストセラーアルバムに名を連ねることとなった。1999年の夏、彼女たちは人気のティム・マク・グラウ、ティム・マグローのツアーの前座を務めた。ディクシー・チックスは2000年にも フライを発表。同作は一千万枚の売り上げに達した。フライからはカントリーでナンバー1となったカウボーイテイクメアウェイとウィズアウトユーを含む9曲がシングルカットされたディクシーチックスは連続でダイヤモンドアルバムアメリカでは1000000枚以上のセールスを記録したアルバムのことを達成したのである。またチックスはフライのツアーを開始した。このツアーは 初のメインアクトであったのであるが、アリーナを満員とするほどの人気であった。ディクシーチックスの人気は以下の理由が考えられる。第一に、彼女たちは外部の作詞家を使っているが、2曲に1曲はで作詞に関わっていること。次に、グループのブルーグラスとカントリーとの融合が購入層から交換を得られたこと。最後に、ビジュアルのイメージが、かわいい、クール。 強烈と幅広かったことである。リードシンガーとしてのメインズの特徴を引き出すことが1枚目2枚目のアルバムにおいて主なテーマであったと思われる。それはカウボーイテイクメアウェイを聴けばそれとわかるし他の曲にもそれを感じられる曲が数曲存在する。だがチックスはグッバイアール虐待した夫を殺す妻とその女友達話のように 楽しい復讐の詩や、神ワゴン、パートナーの元を飛び出して、罪を犯そうとする、女の話のような乱暴でゲボン極まる曲もだいぶ、発表している。こういった曲は、ラジオ曲のプレイリストから外されるような強烈な曲と、言えるが、それでもメンバーは、決してダークに染まることはなかったのである。チックスには、新メンバーとなる直前に来日歴がある。ナタリーの前のメインボーカルだった。 ローラ・リンチが脱退してから、この日本ツアーまで、半年以上もの間、チックスの活動は、休止状態にあった。なぜなら、ローラの脱退は、代わりに、ナタリーを加入させ、バンドの若返りを図りたいマーティーとエミリーの姉妹が、ローラは二人より10歳以上年上多数決で、ローラをクビにするというで行われたからである。バンドで、メインボーカルが追い出されるという例は少ない。しかし、 他のメンバーと方向性において衝突があった、ロビンリンの場合とは異なり、今回は何の日もなく、しかも性格もよく人気があったローラも、前回のロビンリンの時と同様の方法で、姉妹対一人という多数決で切ったのである。ローラは常に、この決定に監視理解を示し、指示する発言をしている。このような状況にあった新生チックスに、意外なところから、助け舟が来る。 それは日本カントリー界の大御所、チャーリー長屋から彼が日本で行うイベントへの参加のオファーであった。チックスにとって日本へツアーに出るというのは晴天の霹靂だったが、このような困難な状況において彼女たちに対して何の先入感のない大勢の観客の前で演奏するというチャンスはまさに渡りに船だった。そして1996年5月、 チックスは、熊本で行われた第7回カントリーサンシャインに参加するため来日し、これ、厳密には、その前日の沖縄のカデナ基地で行われた米兵のためのヤンコンサーが、リクシーチックスの第2章の始まりとなった。チックスは2001年9月11日に、同時多発テロが起こったアメリカで控えめで、飾り付けされていない、Ibity b o i n Love の演奏を始めた。 それはチックスの方向性が変わる前兆だった。グループは2年もの間、ソニーとロイヤリティや支払いについての論争に巻き込まれた。その後ソニーはチックスを提訴し、またチックスはソニーに対して逆提訴を行った。後にソニーとチックスは和解を行い、次のアルバム、ホーム2002年リリースはロイドメインズによる独立したプロデュースとなった。 外から作曲者を入れることに関しては、グループは作曲者には、営利的なものではなく、個人的な内容であることを要求した。以前の二つのレコードとは違い、ホームはドラムなしで演奏され、そしてとてもアップテンポなブルーグラスと物悲しいバラードに締められていた。それだけでなく、アルバムの一曲目であり、ファーストシングルであった、ロングタイムゴーンの歌詞は、 マール・ハガード、メルル・ハガードや、ジョニー・キャッシュ、ハンク・ウィリアムズが例示しているような、ジャンルとしての魂を無視するミュージシャンを咎める内容で、明らかに現代的なカントリー・ミュージック・ラジオを攻撃するものであった。そのシングルは、カントリーチャートで2位となり、政治的な論点によって傷つけられても最後には600万枚のセールを記録した。その上、ロングタイム・ゴーンはチックスにとって、 ポップスジャンルにおける最初のナンバー1ヒットとなった。フリートウッドマックのカバー曲、ランドスライドもカントリーとポップの両方でトップ10入りを達成した。2003年2月23日に開催された第45回グラミー賞ではベストカントリーアルバムを含む4つをホームによって獲得した。このアルバム後のツアートップオブザワールドのチケットは数字のうちに 売り切れとなったほどだった。イラク侵攻の準備段階だった2003年3月10日、テキサス州、ルードブック出身のナタリー・メインズは、ロンドンのシェパーズ、ブッシュ・エンパイア、シェパードス・スブ・シェンプイアでのコンサート中の歌の間に、出身の州が一緒である、アメリカが州国大統領上ジ,ジ・ダブリュー・ブッシュを恥ずかしく思うと発言した。一度、 イギリスの新聞紙であるガーディアンに乗ったコンサートの模様をアメリカのメディアによって拾い上げられたことによって議論が吹き出した。様々な立ち位置によって多くのアメリカ人から激しい批判が述べられた。メインズは私は自分がいるところならどこでも発言すると反論した。また、この騒ぎとチックスに対するボイコットなどの事件との 関係を明確にするためにチックスは3月12日に大統領が多くのアメリカ人の意見を無視し世界と隔絶しようとしているように思いますと話した。その後、批評に対して生還したことは失敗だったと3月14日に彼女自身が述べた。一部のファンはディクシーチックスのアルバムやコンサート、スポンサーであるリプトンの支援をやめた。また、 メインズの謝罪を残念に思う人もいた。しかし主なアンチディクシーチックス派の行動は CD をブルドーザーで破壊するというものだった。チックスに向けられた憎悪の強烈さは家族の安全を脅かすものだった。ブルース・スプリングスティーンとマドンナは今まで以上にバンドには自由な意見を表現する権利があるのではないかと感じたようである。だが結局、 マドンナはチックスに対しての激しい弾圧を見せつけられ、4月1日に発売予定だったブッシュそっくりな人に手榴弾を投げつけるアメリカンリーフのビデオの延期と手直しを余儀なくさせられた。4月24日、リクシーチックスは自分たちの立場を説明するキャンペーンを開始した。ダイアン・ソーヤー、ダイアン・ソーヤーが TV パーソナリティを務めるプライムタイムのインタビューにてメインズは 自分の立場に誇りを持ち続けていると語った。さらに、裏切り者、サダムのエンゼル、ディキシー・スラッツ、誇るべき、アメリカ人、英雄、表現の自由そして、勇敢人たちのようなスローガンを体に印刷して5月2日のエンターテインメントウィークリー、エンターテインメントウィークリーのカバーをセミヌードで飾った。ブッシュ大統領は月日発売のトム・ブロコのインタビューで、 ディクシーチックスを取り巻く論争について反応した。ディクシーチックスの初の全土に及ぶコンサート、トップ・オブ・ザ・ワールドツアーは5月1日のサウスカロライナ州グリーンビルで始まり、1万5000枚のチケットを売り上げた。ほとんどのコンサートのチケットは、論争が紛失する前に売り切れていたチックスは、反対運動に合う可能性を考えていたが、避難する人を排除しようとは思わなかった。 群衆からはことに励ましばかりだったからである。それにもかかわらず、コロラド州のあるラジオ局の DJ の二人は5月6日にリクシーチックスの曲をかけようとして定職となった。また、5月22日のラスベガスで開催されたカントリーミュージック協会悪夢のショーのセレモニーで最優秀エンターテイナーとしてノミネートされたことがアナウンスされるとブーイグが起こった。 しかしながら、放送局の司会者であるビンスギルは観客に対して言論の自由はすべての人間に与えられると伝えた。また、アカデミー賞を受賞したトビー・キース。トビー・キースが公然とグループを批判した。2003年の秋に、リクシー・チックスは、リプトンの紅茶のテレビコマーシャルに出演した。この CM における皮肉の引用は、法人のブラックリスト化と民衆の激しい反発を、 マネータ。コマーシャルでは、チックスは、スタジアムコンサート中に落雷による停電に遭う。しかしメインズが、アカペラでその時演奏中だった、カウボーイテイクメアウェイの続きを歌い始め、他の二人もそれに続く。そしてファンから、励ましの声援を受けた。2003年の9月に、ドイツのパルプマガジンであるデア・スピーゲルから受けた、インタビューでマグワイアは言った。 カントリー精神を認めてもらえていない。2003年の悪夢賞には避けられ、カントリースターからの支持は得られていない。でも、グラミー賞では3つの賞を受賞している。だから今自分たちは、中途半端なカントリーじゃなくて、ロックに近いって思うと述べた。さりとて、メインズは公式ホームページのファンに当てた文章の中で、マグワイヤの発言は間違って引用されていると述べている。 2003年にまた、アメリカ赤十字、アメリカンレッドクロスは、ディクシーチックスからの100万ドルの寄付を断った。組織は拒否したことを公表しなかった。しかし、それは2006年5月チックス自身によって、シリアス衛星ラジオのハワード・スターン賞のインタビューで、暴露された。全米、赤十字の報道官、ジュリー・サーモンド・ウィットマー、ジュリー・サーモンド・ウィテトマーによると、 ライブティケットと抱き合わせにして、という条件付きだったようである。ロンドンでの出来事の後、2003年のツアーまで見た、結果、ウィットマーは、以下のように書いている。2003年のトップ・オブ・ザ・ワールドツアーの模様は録音され、11月に、ライブアルバム、トップ・オブ・ザ・ワールドツアー、ライブとしてリリースされた。2004年10月に、リクシー・チックスは、ザ・ボート・フォー・チェンジツアーに参加し、 揺れる州、スイングステートで演奏した。このコンサートはこの年の大統領選において、ブッシュに対抗するためジョン・ケリーに投票することを目的として、wmoveon.org によって組織化されたものだ。ティキシー・チックスはジェームス・テイラーとの共演をした。この出演で、ケリーが選ばれることにはならなかったが、ジェームス・テイラーとの共演は非常にうまくいった。 多くのメンバーがステージを共有した。2006年6月にエミリー・ロビソンはカントリーのミュージックビデオではイラク戦争を利用しようとしているとイギリスのテレグラフにコメントした。人気な人を使った上に兵士とか正常機をいろんなビデオで見せてくるとロビンソンは述べた。とてつもない愛国心の提示には本当吐き気がするねメインズは言った。僕の意見とは 食い違う人もいるかもしれないけど、僕は愛国心の必要性がわからない。なんで愛国者じゃなきゃならないんだよ。それが何なんだよ。この世界は僕らの世界じゃないのか。なぜに自分が住む場所だけを好むこともできるが、すべての国々を愛することもできる。だからって、なんで私は人々がなぜ愛国心を持っていることを求めるのか、全く理解しがたい。 キャビンクリークフィルム賞を受賞したドキュメンタリーバーボラ・コップルをプロデュースした会社は2006年9月の2006年のトロント国際映画祭2006トロントインターナショナルフィルムフェスティバルへ出展するシャット・アップシングにリクシーチックスを初主演させたワインスタイン社により配給されてドキュメンタリーはブッシュについて述べた後の3年間のチックスに迫った 2006年11月8日、ナタリー・メインズは、バンクーバーで、ビールは無料だし、今日ドナルド・ラムズフェルドが辞任したことが嬉しいと、発言した。メインズは、ブッシュのかつての強力な国防長官に言及してこれは、ブッシュ大統領への月の一つであると言った。2005年9月、リクシーチックスは、ハリケーン・カトリーナの被害があった後に行われた、シェルター・フロム・ザ・ストーム。 A concert for the Gulf Coast というテレソンで、イホペという曲を初お目見えさせた。その後ハリケーン救済のため、インターネットを通じてダウンロード販売された。2006年3月16日、シングル、Not Ready to Make Nice を発表。ダン・ウィルソン、ダン・ウィルソンと一緒にチックスの3人が書いた内容は3年間のグループを取り巻く。 政治的な論争につい直接的に訴えかけるものだった。そして女性、部分的にはメインズが命の恐怖を感じる批判を受ける。プレスリリースではロビソンがこの歌での代償は本当に大きかった。自伝的で忘れられないことだからこと重要であると知ることができる。一旦私たちは歌い終わった時、主になくアルバムの残りを制作するために 開けておいたのだと発言。商業的にニューアルバムはどうなるかということは、激しいメディアの関心を引きつけた。テイキング・ザ・ロング・ウェイは2006年5月22日に発表された。同作は、ディック・ルービン、メタリカ、レッド、ホット・チリ・ペッパーズ、ジョニー・キャッシュ、ニール・ダイヤモンドや、ビースティ・ボーイズなどと仕事をしているによってプロデュースされ。 そして伝統的なカントリーよりもロックを強調したものとなった。14曲すべてで様々なソングライターと共同でチックス3人の名義となっている。このアルバムは彼女ら自身が事件と呼んでいることや挑戦的なことを思い出されることを間接的に呼び起こされる追加のトラックを含んでいる。例えば5月9日のタイムの記事にマグワヤはむしろリーバ・マッキンタイヤ。 リーバー・マッキンタイアとトビー・キース、タバイ・キースと5枚のディスクチェンジャーを使う人々よりも、私たちと共に成長し、それを得た本当に、クールな人々に従うことの方が少しはマシだ。私たちはそれらのファンの種類が欲しいと思いません。彼らは、あなたができることを制限したのだと発言。メインズは早期に、ブッシュに謝ったことを撤回し、私は政府を尊敬していないことを謝った。 しかし、私はそれ以上謝罪する必要があるとは感じていません。私は大統領へのどんな権威も義務で負わされているとは思いません。と述べた。ラジオでのエアプレイは最小限であったが、テイキングザロングウェイはポップアルバムとカントリーアルバムの両方のランキングでナンバー1の出だしとなった。売り上げも第1週だけで526.000枚。 その年のカントリー楽曲において合計は2番目だった。そしてその最初の週でゴールドレコードとなった。チックスは3枚のアルバムが初登場1位となった。史上初の女性グループとなった。ヨーロッパではカントリーラジオによって流され、テイキングザ・ロングウェイからの2つのシングルは好評だった。ヨーロッパのカントリーチャートにおいて13週目に最高位となった、no、Ready to Make。 ナイスと13週目に最高位となったエブリバディーノーズは20週以上もチャートに居座り続けたヨーロッパ CMA による2006年7月にアクシデンツア,ンアキアゼイションスツアーと題されたツアーが開始されたチケットセールスはカナダやアメリカ北東部のいくつかの州では好調だが他の地域では著しく不評だった特にヒューストンやテキサスでは 地元のラジオ局がイベントの広告の受け入れを拒否したため売ることさえできなかった。8月、ルートを見直したツアーのスケジュールは、Taking the Long Way が500万枚に達したカナダからと発表された。ツアーの公演は、彼女たち自身も一般的に明確な政治的なコメント作曲、特に中心的な Not Ready to Make Nice のパフォーマンスを慎んだ。 2006年11月5日のアルバータ州カルガリーのコンサートにおいてチックスは曲が終わった後ファンの書いた誰もブッシュなど好きじゃないという看板を掲げ数千人もの大歓声を受けた2006年においてリクシーチックスは行動とツアーを紹介するためブロガーを雇った最初のメジャーバンドとなった彼らはマイクロソフトと手を組みアクシデンツ アキアゼーションスツアーのために dixiechicksmsnhttps://web.archive.org/web/20071125134244/http://www.dixiechics.msn.com/. というウェブサイトを開設し、彼女たちが直接書くために、 サンティエゴ大学の法学部の教授であるジュニチセミツを雇った。2006年において、テイキング・ザ・ロングウェイは、アメリカにおいて9番目の売り上げであった。また、2007年2月11日に発表されたグ、グラミー賞、グラミー・アーズ・オブ2007では、リクシー・チックスがこのアルバムで主要を4、部門中3部門を制覇した。嵐のような出来事を記録した、ドキュメント映画、 シャラップシングの広告は、公の場での論争を扱う広告を除くというポリシーから2006年10月27日の NBC によって拒否された。さらにドキュメンタリーの広告はより小さな CW ネットワークによっても拒否された。NBC と CW を含む主要語大放送局である地元の加盟局は、ニューヨークとロサンゼルスの2つの都市でがの、 スポットプロモーションを開始した。言論の自由の権利を行使して、ブラックリストに載せられた勇敢なグループに関する映画自体を現在のアメリカ経済界はブラックリストにしてしまう。このことは社会における恐怖のレベルを悲しくも示しているとそのフィルムのプロデューサーであるハーベー・ワインスタイン、ハービー・ワインスタインは状況を述べている。2009年。 マーティ・マグワイアとエミリー・ロビソンは、コートヤード・ハウンズというデュオ名義で活動を始め、2010年には、ディクシーチックスの所属レーベルであるオープンワード・コロンビアから、初のアルバム、コートヤード・ハウンズを発表。2013年には、デュオ名義で2作目のアルバム、アメリタもリリースしている。また、2013年には、ナタリー・メインズが、初のソロアルバム、マザーを発表した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。